イタリア北部の町トリノにありますスタディオ・デッレ・アルピです。伝統にパドバ・クレモネーゼという、カバンをつけているのはディリービオです。左足で小さく前に出す、そしてディリービオに返す。3番にはパヌッチ、そして4番をつけていますフリット、5番コスタ・クルイタ、6番バレージというところです。また世界中にファンを増やしましたロベルト・バッジョ。さあ自分で追っていく、サイドを変えていきました、左サイド。さあタソッティ、もうちょっと落ち着いてプレーしてもいいと思うんですけどね、今もタソッティから、今日はユベントスの3番、ディフェンスにオルランドが入っているんですが、オルランドは昨シーズンまでミランでプレーしていたんですね。そうですね、今シーズン開幕後にミランから移籍していますオルランド。さあボールが入っていく、アグレスの考え違うんですよね、はい、本当はああいう、ああちょっとチャンスなんですね。さあカウンターアタック、ゴール前にはラバネッリあるいはビアリあたりが上がっています。小さく出してポイントずらしてゴール前に入れていく、ヘリングしたチャンスですよ、はい、今ミラノのディフェンスはバタバタしてますからね、さあゴール正面よくなりましたよね、先進とは全然違いますね、特に中盤からのアタック、ボールを蹴っていきました、イベントスボールです。小さく中央へ出しました、そしてバッジョです、左足サイドを変えていきました、逆サイド頭で出してゴール前、ラバネッリシュート、言いますラバネッリ今シーズンも1ゴール、左足苦しい体勢からのシュートになりました。しかし危ないですよ、はい、さあ3本目のコーナーキックゴール前、何度かヘッドでクリアです。4本目のコーナーキックです、折り返した、まだ21歳です、まもなく前半の20分になろうとしています。さあ右サイドユベントス、バッジョが後ろ、92シーズンから AC ミランを指揮しまして目下リーグ3連覇を果たしています。さあこれはなんとかクリア、ゴール前低いボールクリアしました。5番です、いやデサイです、パオロ操作から前に出されましたロベルト・バッジョ、そしてビアリー、さあビアリーが抜け出すか、ペナルティーエリアの中に入った、折り返したゴール前、リービオ左足折り返してゴール前、バレージなんとかクリアのはどちらの名門チームか、バッジョへ、決定的に見えましたがロベルト・バッジョです。ディリービオ左足のセンターリングゴール前、ヘディングシュート決まった、ゴール、ロベルト・バッジョ、前半も残り少なくなって決めました、エースのバッジョ、ユベントスが1点を先制です。ユベンティーノが立ち上がって、ディリービオはいいボール上げましたね、本当に頭を越えてくるんですよね、はい、ジャストミートですね、もうこれはねどうしようもないですね。バレージ、コスタクルタいましたけれども、もうどうすることがもうできませんでしたね。できないですね。もうミランは苦しいですよね。はい。さあ、見事なヘディングを決めたバッジョ。フンになろうというところです。さあ、パヌッチはね、パヌッチ、はい。蹴った瞬間はね。返した、逆サイド。ヘリングでクリアしました。あそこにボボンが入ってきてほしいですよね、はい、後ろじゃなくて、はい、バッチョとデサイです。バヌッチが戻る、バッチョがグラウンド、小さく出しました、ポイントずらして足で狙っていったチミランです。キーマンのドナドーニですが、ボールはユベントスです。ロベルト・バッチョ、バッチョです。ボボンうまく振り切りました。ジョバンニ・ストロッパ178センチ、1968年の1月24日生まれです。ホイッスルが鳴りました。まあその前にバッジョのファールか、確かにここですね、はい、それでバレーズ引っ張りましたけど、その前にありました、はい、今回はイエローで済みました。さあバッジョポイントをずらしてゴールの正面の方へ回り込んで一応後ろへ下げ、さあビアリが走る、ビアリが走る、コンテが奪いました。ロベルト・バッチョが触って戻ったオルランド、左足で前に出していく、危ない、あユ
ユベントスビアッリ、ボールを放り込んでいきました。さあバッチョ、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 これはバグ座ってほしいなと思いますね。はい、さあユベントスロベルト・バッチョです。そしてビアッリ、バッチョ前に出ていく。さあバッチョです。あ、今封じされました。バッチョ、バレージです。デサイエを通らずバッチョがボールを奪いました。ロベルト・バッチョ、そしてラボかったと思うんですけどね、一度左に出しておいて、まあ、ビアリンもゴール前にいましたしね。バッチョ倒されました。ユベントスボールです。ちょっと痛みましたかね。表情から見るとそれほど重いものではないようです。そのそばにはラバネッリとそれからバッジョがいます。バッジョが直接打った、キーパーパンチング逃れている。枠、素晴らしいフリーキックを見せました。バッジョ すごい強いですよね。187センチのタキナルディがゴール前に来ています。バッジョショートコーナーです。オフサイドですね。さあロベルト・バッジョ、ここでボールを受けました。センターサークルの中、左サイド、これはまだつながっている。ロベルト・バッジョ、ペナルティーエリアの中に入っている、シュートゴール前、こぼれているですよ、ね。ミランはさあ右サイド、バッジョです。ロベルト・バッジョ、ペナルティーエリアの中に入りました。来ますよ、ゴール前、コースタークルトヘディングでクリアです。ユベントスが攻めっぱなしですね。そうですね、本当に押せ押せな感じですしています。ホイッスルです。バッジョとパヌッチの接触で頭でクリアしました。そしてバッジョですが、ボールはミラン、バレージ、そしてボールが中央に戻って47分を回っています。ここでホイッスル、試合終了。単調ですよね、単調縦1本、はい、やはりこれだとやはり簡単にクリアされますよね。それがでは、はい、ラマネッリが派手に喜んでいましたが、それではここでこの試合唯一のゴールシーンとなりました、ロベルト・バッチョのヘディングシュートを VTR